UPS 航空はアメリカ合衆国の貨物運送会社であるユナイテッドパーセルサービスの子会社で同国のケンタッキー州ルイビルをハブとする貨物航空会社である。ただし単にこの UPS 航空を指してユナイテッドパーセルサービスと呼称する場合もある。貨物航空会社としては輸送量の面で世界第三位の規模を誇り本社があるアメリカ国内の空港は もちろんのこと、アジアやヨーロッパなど世界各地の空港を焦点としていることも特徴の一つである。ルイビル国際空港は同社がワールドポートとして敷地を拡張しており、専用の貨物ターミナルや荷捌き場、貨物便の管理センターなどが集結している。現在、UPS 航空はアメリカ国内だけで381の都市、アメリカ以外も含めれば、 合計727の都市に就航している。それぞれの地域における拠点は、アメリカ合衆国では、もちろんルイビルだが、ヨーロッパでは、ドイツのケルン、アジアでは、中華民国の台湾東園国際空港とフィリピンのクラークとなっていたが、クラーク国際空港は、2010年に中華人民共和国の新鮮宝安国際空港に、ハブ機能を移転したことにより、 その役割を終えている。日本では成田国際空港と関西国際空港に乗り入れているが、過去には中部国際空港に飛来していたこともある。メディアを再生するマクドネルダグラス MD-11F の着陸、離陸の様子同社が発注したボーイングの貨物機におけるカスタマーコードは 4A である。ありがとうございます。